えー、33歳男です。会社でやっつ年上の先輩が隣で働いてるんですが、口を開けば周りの人の話を僕に話してきます。こちらにも冗談気味にマウンティングを取ってきます。最近、うつ気味に疲れてきました。先輩有能で僕は無能です。業種的にも潰しが効くものではなく、資格もありません。会社を辞めて生活保護で暮らしたり何もしたくないのですが、辞めた方がいいのか、他業種に行った方がいいのか、ちなみに口下手ですごく教授お願いします。えっと、まずあの、近場のカウンセラーのところに行って、眠れない。 物を食べても味がわからないって言ってみてください。で、そうすると、ね、あの、勤務時間がこんな感じで、ちょっと仕事がきついんですって言うと、その、うつ病的な、あの、診断書をくれるんですよ。で、その診断書を持って、あの、休業しますっていうのを会社に伝えると、診断書を持ってる人を休業させないと、今度は労働基準監督署にかん、あの、会社が怒られてしまうので、なので、半年とか9ヶ月とか、休業という形で、給料の大体7割ぐらいもらえます。 なので、それでちょっとゆっくりして、まあ、この生活をずっと続けたいんだったら生活を取ればいいし、まあ、やってみて、やっぱりちょっと仕事したいなと思えば、戻ればいいんですけど、で、戻ると、一回その、あの、診断書をもらって、うつ病になった人が会社に戻って、で、そこで悪口を言って悪化した場合って、下手をすると、障害罪になる可能性があるんですよ。要はその、心の病気でも病気になるっていうことなので、人を病気にした場合って、それ、障害罪になるんですよ。 でもうすでに診断書をもらってて休業してるって分かっていながら悪口を言って病状を悪化させたということはそれはさ結構まずいよねっていう証拠になるのでなので相手の上司の不安を悪口言ってこないと思うんですよねなので休みを取ってみてください社会人2年目で営業職です特定の上司からのパワハラモアハラ悩んでいます 会社はそのような声を把握してにもかかわらず何も改善されません。辞めたいと思いますが、現在の仕事にやりがいを感じていること。まだ2年目であること、資格もないこと、コロナの影響は、転職がうまくいかないのではないか、辞める決断ができません。しかし、毎朝仕事に向かいながら涙が出るほど辛いです。優柔、えー、不断の私のアドバイスをいただきたいです。あの、診断書もらって、休業、休職手当をもらう方向で行ってみてください。 カウンセラーのところに行って、その仕事のパワハラされてるせいで眠れないんですって言って、で、パワハラされてるのは必ず録音してください。要は怒鳴られてるとか、上司が怒鳴ってるっていうまず証拠があって、で、そのカウンセラーのところに相談して、うつ病ですっていう診断書をもらって、上司より上の人だったり人事の人に相談すると、パワハラによって、 で、うつ病が発生したというのになっちゃうと、労働基準監督署にめっちゃ怒られちゃうので、ちょっとじゃあ、1ヶ月ぐらい仕事休んでみようかっていうので、休職させてくれる可能性あるんですよね。で、じゃあ、あの、1ヶ月休んでみて、ちょっとまだ体調治んないっす、みたいなこと言うと、半年ぐらい引き延ばせるんですよね。給料の6割保障されたりするので、で、そうすると、あの、上司の方も、あの、ね、この人にこれ以上やっちゃいけないよ、みたいに言われるので、半年後とかに戻ってみると、結構上司優しくなってたりするんですよね。 なので、あの、給食手当をもらう方向で、あの、証拠をいっぱい取るといいんじゃないかなと思います。はい。